USS ハリー・ューヒルはアメリカ海軍の駆逐艦、スプルー・アンス級駆逐艦の24番艦。艦名はハリー・ューヒル提督にちなむ。ハリー・ューヒルは1977年4月1日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港し、1979年11月17日に収益した。百八十二年十一月下旬。 ハリー・ W ・ヒルはソ連の空母ミンスクを追跡するためエンタープライズ戦闘軍から分離された。ミンスクは最初の極東配備のためインド洋を通過中であり、アメリカ軍首脳部はかなりの関心を抱いていた。エンタープライズはミンスク追跡支援のため2名の情報専門家をハリー・ W ・ヒルへ派遣した。ハリー・ W ・ヒルは1983年1月19日から20日に かけて、再び戦闘軍に合流した。ハリー・ W ・ヒルは、湾岸戦争における砂漠の盾作戦を呼び、砂漠の嵐作戦の一部として展開した。1991年1月14日、オマーン湾において、ウィチタ救急油艦カンザス式と衝突事故を起こす。報告ではこの事故による負傷者はいなかった。1994年、ハリー・ W ・ヒルは、 艦ドックで注水を失去する際に大きく破損した。事故は突風により艦隊がドックに激突したもので、艦を支えるワイヤーが切れ乗り組員2名が重傷を負った。艦は火事、スクリュー及び可変ピッチシステムに損害を被った。ハリー・ W ヒルはその経歴の大半をサンディエゴを拠点とした。1998年5月29日に退役、同日除籍された。 その後2004年7月15日にリムパック2000での標的感として沈められた。ありがとうございます。